新潟のバードリー、今日はバードリー久しぶりに夕方起きてみんなと待ち合わせ、でもその前にちょっとみんなと遊んでから行くんだよね。あ、私も行かなきゃ。みんなも日向のバードリー楽しめよ。超タイプ。どこ？ビール売ってるお姉さん。